フェザー級からの話を聞いていきたいんですけども、フェザー級でも16名、参加があります。補欠もありますからね。補欠1名です、この注目選手、大さん、なんといっても藤田選手ですかね。まあ、小田原フリーファイトに本当に常連で出てて、で地区も、北信越と東海2地区を取ってて、最近戦い方を見ててやっぱちょっと安定してきたかなと思うんで、長いですよね。長い、結構やってね、でパンクラスでも、ね、アマチュアでも優勝したりとかしますよね。 S クラスでも優勝してる、S クラスは顔面パンドありでも優勝してる、今年いっぱいしてたんですね。あ、これ、これ北信越東海2地区優 勝、いっぱいは、ね、もしかしたら下町フリーファイトかなんかな、町ですよね、かもしれない、ちょっと記憶にないんだけど、まあ、ただ、あの第一本命ではあると思います。あの長い戦い方をしてる分、そのアマチュアシュートの勝ち方をよく分かってるような、キワキワで、上を取ったりバックをキープしたりっていうことができるんで、強いかなと。またでもここ新しい選手どんどん出てますね。しかも、またあれですよ、マスタージャパン上、そう、マスタージャパンの山口上も結構ね、すごいですね、どんどん選手出てますね。いっぱい出してくるんですよね、すごいな。あと注目はその、まあ、3番目、杉野選手、関東選手権のチャンピオンで、アライアンス、アライアンス選手、もうポテンシャルが関東で見てて、そのぶっちぎりもプロ並みの実力があると。なんか特筆したものがあるとかですか。いや、打撃もうまいし、寝技もテイクもできる、何でもできるなと。何でも、でただやっぱプロルールで練習してるのがちょっとグラウンドにパンチちょっと打ちそうになっちゃったり、なるほど、あの顔にボディだったら全然 OK なんですけど、だからちょっとそういうとこをね、気をつけてもらえれば、まあ、もう十分優勝できるポテンシャルあるなと、この杉野選手は思いましたね。あとは酒井選手、アルマファイトジム、これ吉原くんが、ブレイブハートから総合部門を独立したみたいな形になって、で、当時ブレイブハートの所属だったんですが、その今新しく立ち上げたこのアルマファイトジム修行というのかな、でこの酒井選手面白いのが、一番最初の今年の選手権出た北信越は、ウェルター級、で東北選手権はライト級でそれぞれ優勝して、で今回全力はフェザー級でだんだん体重を落としてきて、ずっと減量してるんですね。ずっと減量してるんじゃあプロの時、プロデビューする時もう一回分かるですかもしれない。でもそうですよ、いやそうだよね、当日から確かに確かに、だいたいみんなね、そのプロは一回級下で出るから、ただね、東北選手権がね、ただ反則勝ちの優勝だったんで、グラウンドで膝蹴り打たれちゃって、で、まあ、ちょっと消化不良のところあったけど、まあまあでもあの実力はある選手だと思うので、なるほど、本当ここ今年無敗の選手ばっかりですもんね。そうね、ここも本当にね、太田選手もそうでしょ、椿選手も、で、あと小松選手はね、小松選手、九州か、九州で優勝です。これも反則勝ちで優勝、あのグラウンドからスタンドっていう前に下腹部に膝当てられちゃって、それでちょっと悔しい思いをして、まあ、でも優勝っていう、で、まあ、ちょっと反則してしまったんだけれども、まあ、あの強さを見せたのが、まあ、その宮口選手、コブラ会11番目、この宮口選手はちょっとそのね、あの立ち際でポンって当てちゃったっていうのはあったんだけども、試合九州選手権で見てた時に、ああすごい安定してるなっていう形でしたね。でお互い勝ち上がればその杉野選手とやるんですけど、ただこのね、あの宮口選手と1回戦でこのブローズの、中塚さん、もうね、確か関西枠を取ってるはずなんで、そうですね、そうですね、だからもうこれもあの強い選手なんで、ここもちょっと強い選手、この山激戦区ですね、ばっかりですね、無敗の人ばっかりじゃないですか、ここ、あとは面白かったなと思ったのが、あと後藤選手、ブローズを置いたタイプ、で、もう柔術ベースです、で決勝が判定だったけど、あの2回1回戦準決勝は決めて勝ってて、足感もできて、でただもう
今の MMA としてはちょっと異端というか引き込むって下から行って行くんだけど決勝なんかも下からああと思ったけどもスイープしてすぐ取り返してというちょっと黒帯ですね黒帯、うん、黒帯になってます、ね、そうなんです、うん、だからもう、下になってもその決めじゃなくてこのポジションでポンと上を取り返す力もあってちょっと異質な戦い方して面白いなっていうのがありましたね。結構ここのキャラ多いっすね、うん、本当に。あとは、ひとみレオ選手、うんうんうん、ひとみレオ選手も WP ファイトとか出て、ね、結構剣落ち空手ですよね、うん、空手とかって16やとか破壊力ある打撃の、うんはい、一発があって、ただ、関東で、準決勝で負けて3位で、うん、ちょっとそれが僕も杉野選手だったちょっと記憶がなんですけど、うん、ただもう形に入った時の強さ抜群なものがあるんで、うん、しかもね1回戦が松岡選手っていうのがそう無敗の選手とか、うん、6戦5勝今年だけでこっちの山すごいですね。ちょっとタレント揃い、タレント揃いですね。お金取れるな取りましょうよ。やっちゃいましょうよ。いやもう数年後絶対この選手出てた、この選手いや本当、まあ、そうなるような、うん、もうあの皆さんもね昔のパンフレット見たら分かりますけどこんなやつが出てたんだからいっぱいあるじゃないですか。この人はプロ、この人はプロだ、この人チャンピオンになってるとか、そうそう、そんな感じですもんね。山本キッドが出てた時なんかチャンピオンばっかりになっちゃったじゃないですか、うん、あれそんなものがあるんで、ぜひあの皆さんあのそれ昔のやつもね振り返っていただければと思います、うん、さあそして次ライト級いきましょうか。はい、はい、ライト級。さあライト級のおすすめ選手、ライト級はですね、あなんかここもすごい、これはですね、まずまあ柿原選手、柿原選手レンジャージム、はい、レンジャージム安定してて、今年の九州選手権の決勝はあの木村チキンウィンガー目で一本勝ちしてる選手でしたね。今年負けなしで、であと僕、まあ、一押しというかあの奥村アイルって言うんですか、はい、アイル選手、うん、これあのパラエストラ TV の、 あの広瀬代表をやってて、はい、この子も小さい時から本当にもう小学生の低学年ぐらいから柔術をやってて、この人すごいですね成績、うん、で、もうアマチュアで結構いい成績、たあの他のパンクラスとか、はい、ディープのフューチャーキングとかで行くんですけど、いいところでちょっとプロになれてないけれども、ただもう実力的にはあのプロだと思います、うん、もうプロ並みの実力で、関東年齢若いんですか、多分17、あもうちょっと、あ日本の1個上だったから18かな、すげえな、うん、で長身であの打ち下ろすような弾きとあと柔術の決めと両方持ってる選手ですね。関東選手権も3試合勝ち上がって優勝だったから強かったです。あとはここはあの海外の方がランキングも、でですね、でここは、ね、実はその地区選手権を沖縄と北海道を取って他でもあの3位とかになってるあの松浦選手、はい、松浦君のところ松浦マミヤ、松浦マミヤ、そう、去年からもうずっと楽しいと思う出てて、彼が九州選手権でなんと KO 負けしてしまって、沖縄選手権北海道選手権優勝して九州選手権が9月4日だったんですね。 そして全日本が10月3日、その日を負けしてしまって62時間、そう出場停止期間に入っちゃって出れない、出れない、数日足りなかったんだよね、そう、あの本人は全日本を出るためにっていうことでも去年から全日本絶対取りたいんだっていうことを言っていて、今年は選手権4つぐらい出たいって言ってたんですけど3つになって、そういう、 こう熱い男で今回全日本出れなかった、やっぱ出れないって言ったら30過ぎてるんですけど、本当に泣いて、本当に泣いてしまって悔しいっていうことで、一応あの州と沖縄大会でトライアウトにさせていただきます。一応ねアマチュア管轄のトライアウト、まあプロテスト的なやつですね。そうで、その松浦選手を KO したのがこのナイン選手、ベンチャージム九州選手権ネイン選手、ネインか、あの去年も出てて非常に荒削りなんだけど、パワーがあって、で僕もああもしかしたら一発あるかなって見たら本当にバーンって当たって、うん、で準決勝で負けてしまって3位だったんですけども、まあ一発がある選手で、その選手と初戦でやるこのシャーランディ選手、はい、でトラック東京 MMA で、あとシャバンパー選手っていうのかな、はい、このトライブ東京 MMA 勢で北信越の実際は決勝をやって、うん、戦ったんですか、戦って実際にガチでやるのと思ったけど、もうガチガチにやってて、でシャバンパー選手が、勝って優勝
ただこのシャーランディ選手も、僕がやってる下町フリーファイターとか出てきてくれて、はい、膝十字で一本勝ちしたり、まあ、打撃もできて寝技もできて、まあ、いい選手で、その2人あのナイン選手とシャーランディ選手が1回戦でやると。これもしかしたら MMA レンジャーズジム同士の決勝とかもありえる、ライブ東京同士の決勝とかもまだありえる、ありえるかもしれない、ありえるかもしれない、十分。あと面白いなと思ったら、あと、セコンドアウト大黒選手、はい、空手ベースの選手で、あ、はいはいはい、四国選手権の決勝で、ホースジムの、プロのボクシングボクサーの、日本の2位まで行った選手と対戦して、はい、三日月を効かせて、で腹を効かせたところを今度顔面のパンチ当てて、うん、その日本2位の選手に KO 勝ちして優勝したと。なんかちょっと面白い戦い方をする選手です。なるほど、うん、あとそうですね、あのルミナ君のところルーツのドミオ、ドミオ、ドミオ選手、はい、ドミオ選手も実はもうライセンスが EX で優勝してて、ね、うん、うん、まあ、コツコツと、まあ、アマチュアでこだわって頑張ってる、30戦やってますね、もう30戦やってますよ。でも負け越してますね、で本当努力の男ですね、うん、地味に強くなってます。いや、そういう選手多いですよ本当、ずっと地道にずっとやられてる方多いですからね、うん、でぜひなんかこういう風なところでね、うん、ちょっと覚醒してほしいです。そういうのは多いじゃないですか、ルーツさん、うん、そういうの多いね、そういうの多いね、最近小田原で覚醒する人、はい、ぜひそういうのも見てみたいと思います。